今日はここまで風の影響はほとんど出ていませんスタートライン上ですこの時間帯も穏やかな水面状態が続いています後半戦は一転して逃げ決まらずという展開になっていまして競争水面は第10レースとなります2つ目の準優進出戦ですここも交差争いは目立った動きはありません予選3位の勝ち上がりとなりました1番の1の瀬あきら 予選ラストこそ大敗でしたがそれ以外は連帯外していません1コースに1番の一ノ瀬シリーズこれが2回目のイ線。2コースには2番の山田豊ここまで上位クラスのパワーで勝ち上がってきました2番の山田が2コースからどう襲いかかるでしょうかそして3コースには3番の秋山博和 こちらも昨日、6コースからのレース以外は大崩れしていませんそして、船引いて3手4コース角位置には4番の大野義昭ダッシュ勢の仕掛けは果たしてどうかスタート力を生かしたいところそして5コースに5番の石川義孝6コースにはなんとかベスト24までは踏みとどまりました地元・倉松の廣津留治。 外枠勢にとりましては4着以上は目安になりそう新入体系、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番ですスタートしましたスロー勢3手が好スタートを切りました。 さあここは2コース2番山田がトップスタートも1番の一ノ瀬は逃げ展開差しに構える2番の山田まくっていく3番秋山と続くさあここは1番一ノ瀬が押し切る2番山田の差しあと一歩でしたしかしそれでも直線だいぶ伸びてきたさあここでへさきかかってきた並んできた2番山田スタートは前提正常しかし1番の一ノ瀬が抑え込んで回る2幕ちょっと流れてしまう3番の秋山ズバッとここは一気に真ん中ついてとらいました差し切って3番秋山逆 1>, 点で先頭1番、1のせは2番手そして2番、山田は3番で交代一定審査5番の1か4番手から差を詰めてきましたこれから2周の1マークです3番手から2番手狙って2番山田しかしこれは1番の1のせ外当大きく回ってかわします上位3点は3番、1番、2番しかしもう1回内から2番の山田さあここは今度は届いてきた2番の山田ここで1番の1のせを捉えました。 並んで一気に内からかばす2 2番の山田2周にマーク先頭は3番の秋山2番手で2番の山田が回る1番の一の瀬、ここでは離されました23番手、差は広がりましたその差が4点審上位3点は3番、2番、1番で最終周回です。 もうずれた展開となりまして先頭は1周2枠逆転でした3番の秋山そして2番手追い上げました2番の山田1番、一乗せば3番手まで交代この後ろは3点審査4番手、5番の石川矢へ離れて後ろは6番の広杉4番、大野が5番手接戦の展開ですこれから最終ターンマークとなりまして2連単3番、2番の組み合わせれば48.4倍のツー3連単3番、2番1番では117.2倍です 先頭3番、秋山合輪、五輪2番、山田合輪、五輪1番一野合輪、一ノ瀬、五輪5番、石川合輪、五輪4番、6番、接戦で五輪。